昨シーズンを東地区5位で終えた B リーグ2部の福島ファイヤーボンズ。今シーズンは6人の選手が新加入。ディフェンス力の強化を課題に挙げ、ハードな練習が続いています。その激しさに私も圧倒されます。それにしてもあちらの選手、身長が高くて存在感があります。リトアニア出身のラポラス・アイバナーカス選手。身長は2メートル8センチ。昨シーズンから加わり、得点やアシストなど選手の活躍度を数値化したファンタジーポイントはチーム内1位。勝利をつかみ取るキーマンの一人です。今回特別にアイバナーカス選手とワンオンワンの勝負をさせていただくことに。ごめんですね。よし。立ちはだかる大きな壁にあっという間の敗北。いや、とても楽しかったです。直接勝負するとその高さ、凄さが伝わってきました。この福島ファイヤーボンズの試合を生で早く見たいです。福島ファイヤーボンズの新スローガンはなる。 B1 昇格の成就、そしてチームの成長などの思いが込められています。昨シーズン、悔しい思いをしたメンバーが半分ほど残っていて、で今シーズン新たに半分入ってきて、その悔しい思いを知っているメンバーが昨シーズンの自分のバスケットっていうのを知っているメンバーですし、それをこう新しい選手にしっかり伝えてコミュニケーションを多く取ってくれているので、雰囲気自体はとても全員で戦っていくっていう雰囲気になっていると思います。悲願の B1 昇格へ、福島ファイヤーボンズの戦いが始まります。チームの目標としては、B1 プレーオフに出て B1 に昇格するということが、一番の目標なので、そのためにはやっぱり、ファンの皆さんの応援は、必須なので、本当に僕たちと一緒に戦ってもらいたいです。ぜひ会場に足を運んで熱いブーストをよろしくお願いします。いや、チームの雰囲気いいんじゃないですか。いや、そうなんですよ。この雰囲気近くで見ていたんですけども、この B1 昇格へ向けて熱気で溢れていました。さあ、そんな福島ファイヤーボンズですが、開幕戦は今週土曜日、須賀川市で愛媛オレンジバイキングスと対戦します。みんなで福島ファイヤーボンズを応援しましょう。 Go ボンズ。はい、倉本さんでした。